には63カ所全国に広がり増えた競輪場ですが、陰りが見え始めました。最盛期には63カ所あった競輪場も43に減りました。新型コロナウイルスらの影響もし、近年は厳しい来場者数となっております。長谷川記者さんもやはりその長年現場を取材されていて、はい、来場者数のこう感じますか？そうですね、やっぱり昔のがやっぱり人は入ってたなっていう感じがしますよね。普通開催とかでもやっぱり5000人6000人ぐらいは普通に入ってたのが、はいはい、今だと本当にその半分もいかないとか、少ない時だともう、ね、1000人とかいかないぐらいありますよね。でもやっぱり競輪場こうね、なんだろう、そうか、今そうちょっとごめんなさい、ね、やっぱり競輪は本場で見る方が楽しいです。そうですね、今やっぱりその入場者が減ったっていうのはやっぱりそのネット投票とかその、はい、現場に行かなくても見られるって状況がちょっとね、今整えすぎちゃってるんで、やっぱりね、行かないでね、家でパソコン開いてスマホ見て、でもね、やっぱり変えちゃう状況なんで、やっぱり行かなくてもって人はやっぱ増えてますけどね、やっぱり生で見た方が面白いですね、やっぱとは思いますね、間違いなくね、はい、生で見るレースは本当にこの金網の近くで見ると、もう選手のなんだろう、その映像では伝わらないこの覇気というか、すごい、やっぱりでもそれはすごい、あのお伺いした時に感じました、ね、なるよね、全然違うと思って、でもそのやっぱそのね、声援とかもあったり、はい、 ね、すごいのよ、ね、ぜひ本場に行ってくださいはい、ね、そうですね、行きましょうみんなで、はい競輪場ではそれこそレースだけではなく、さまざまな施設がありご家族で楽しめる施設たちも結構増えてきたんですよ。はい、今見えてるのがいろいろ、待って、どこ、レゴタとかもあるんですね、すごい、待って、イルミネーション行きたい、あ、イルミネーション行きましょうみんなでキラキラ大好き、キラキラ大好き、イルミネーション、はい、平塚競輪のこのイルミネーションは内定の時だけで、今3月までは Day 開催で、4月からまたナイターが始まって、はい、そのイルミネーションの時に音楽が流れる、もうその毎日毎日違って、その洋楽もあれば、そのなんて言うんだろう、ね、昭和の懐かしソング、ソングもあったり、今だけの音楽も流れたり、すごい、そう、日替わりでいろいろ、これはあれですかね、真ん中にあるのが噴水ですか？これ噴水じゃなくて、これはミラーボールで、この本当にイルミネーションのライトがキラキラ回りながら、で噴水はまた横にあって、池が2個あって、あ、こっちか、そうそう、このあのパーってなってる左ところがめちゃくちゃ高く噴水が上がるの、本当に、じゃあその噴水の何だろう、威力みたいなもうすごい、でなんか濡れちゃいそう、あ、それは多分大丈夫、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 多分大丈夫、ぜひね、東京からだと平塚すごい行きやすいんで、はい、あ、そうですね、決定で、決定で、サンタコスで、ぜひね、サンタコスがいい、クリスマスシーズンとか、あ、クリスマスに、イルミネーション、あ、そういうことか、ちょっと先に行くんだけど、4月に行くじゃなくて、冬です、あ、そう、春はお花見で、はい、春はお花見でマイプワールドが冬お花見ってことは桜が咲いてる競輪場に探しましょう、あ、また別の競輪場一から探すということで大丈夫お願いします、お願いします、4月から桜があって、そこからあれですね、夏はどうしたらいいですか、夏、青森、お祭り的な感じでね、そういうことか、あ、競輪場で四季を楽しもうっていうコーナーで、あーいいですね、それもね、お子様たちも、ね、はい、一緒に来やすいし、ご紹介しながら、ね、新しい企画が始まりそうです ね、はい、ね、寒くなってきたね、温泉とかもありがとうございます。
ですよ、うん、これ一番ちょっと聞きたいな。でここは玉野競輪場、あここ玉野2年ぐらいですか、この総合の2、3年、でもはっきりしないとあれか、これ最下のね、できてホテル店ですよね、ホテル店で、ホテル店で、ね、そうなんですよ、これ今ホテルと併設して、ホテルが併設、そうなんですよ、回収して、そうなんですよ、じゃあホテルからこうやって見れる、そのまま行って、すごい、そのホテルのベランダから、はい、その朝早くの指定練習が見えたり、開催中だと、そんな特典も普段見えない、ね、やっぱね、うん、開催後時間がないとみんな入れないんで、うん、だけどホテルでに泊まれば見えて、うん、そしてこうやって美味しい、美味しそう、おしゃれですね、カレーかな、うん、カレーだね、カレー、そう、そう、競輪場見ながら、レース見ながら食べれるっていう、すごい、ね、いや、おすすめですよ、たぶん、そしてこちらが松戸競輪場のウィズドリームさん、世界のビールが確かあって、ビール、そうで、なんかね、あの希少部位のお肉とかがある、焼いてくれるみたいな、ありますよね、何それ、そう、めっちゃ行きたいお、ガチちょっとお酒好きにはお酒好きちょっと、ね、テンション上がっちゃう、コンビじゃないですか、ビールとお肉ですよ、そう、ビールとお肉、ね、もうね、お酒飲みながら買って、ね、予想して、ま、そうそう、松戸はもうだって松戸も近い、都内から近い、そうですね、千葉なんで、ね、すぐですよね、あの北松戸競輪場降りて本当に徒歩5分もかかんないと思う、近い、駅からも近いですね、もう駅からも近い、ほらビール映ってたよ、あ、もうすぐ行きますそう、他にもこちらが八重競輪場、ラーメン、ラーメン、そう、ラーメン大好き、チャーシューすごいですね、チャーシュー多い、ラーメン好きです、ラーメンネットちゃん大好きです、ほぼ毎日ラーメン食べてる、そうなんだ、ラーメンのイメージ、めっちゃラーメン食べてるかも、ラーメン食べてね、なぜ細いと思ってつかないなと思って、すごい、ラーメン食べる日は、食べるって分かってる日は、うん、朝昼食べないんで、あ、ちょっと調整してるんだ、偉い、すごいですね、偉いです、いっぱい食べたくない、ご飯も食べるんで、え、ラーメンとご飯セットで、じゃあぜひ弥彦競輪場に行きたいですね、ラーメン食べたい、うん、すごいな、食べたいな、え、長谷川記者さんはそのやっぱ全国も行ってるじゃないですか、うん、はいはい、おすすめ の、 そのグルメありますか、気になる、聞きたい、難しいな、まあ、競輪場、あんまりその、ね、競輪場内のこうなんか食べるってことはあんまりないんですけど、普通になんかまあキッチンカーとか出てたら、まあ、そういうところで買ったりぐらいの感じで、特別何っていうのはあれですね、広がんないね広がんないね、いやいやいや、でも、あ、佐世保バーガーとかが、そうですね、佐世保行ったらやっぱ佐世保バーガーとか、そういうなんかご当地のものってやっぱりいいですね、いいな、ちなみに好きな食べ物は、好きな食べ物、僕、うわ、なんだ、まあ、ラーメン好きです、やっぱりラーメン、ね、なんか、あとは、うん、肉とか、肉、なんかそういうやつ、もう子供が好きそうなやつ、ジャンキーな、そうそうそう、そういうガッツリ系だ、じゃあもう映ってるところはいいですね、うん、あ、いいですね、こういうの大好きです、チャーシューいっぱいで、うん、チャーシューいっぱい、うん、これ元選手、え、やつの、そうなんです、選手やってる方、うん、このこれ、店長さんですか、まあ、うん、会えるってことですか、あ、2人そういうですね、選手の方がお店をされてて、そうですね、あの、この方が池畑さん、池畑さん、ちゃんとあれだけど、そう、池畑さん、選手、うん、あれは右をマイミっていう、あのガールズ、ちょっと前に辞めちゃった、そうなんですね、多分お手伝いですかね、多分、池畑選手はまだいらっしゃってて、池畑さんももう辞めてます、あ、辞めちゃったんですか、多分5、6年前とかなんですかね、あ、そうだったんだ、残念、そう、辞めてここで今そうなんだ、うん、結構先ほど映ってた平塚競輪アップじゃないですか、はいはい、あそこもそのフードコートのところに、フードコートご飯屋さんのところ、吉田凛太郎選手って元選手だったり、吉田凛太郎さんも働いてるんですけど、そうなんだ、結構やっぱ選手でも辞めてその競輪場の何かやっぱこう関わって関わっても多いんですよ、そうなんですね、そうなんだ、
ファンの方からしたらでもすごく、ね、あ、まあそうですよね、嬉しいよね、嬉しいよね、嬉しい環境ですよ ね、また違う、ね、姿見れたり、ね、間近でこうお話できたりもして、ね、めっちゃ嬉しいですよね。面白い施設、競輪場の地域との共存発展を見せており、減少以降にあった入場者数も徐々に回復の兆しを見せています。とりまくりではレースのみならず競輪場の魅力も発信していきます。競輪場での収録の予定も先ほど話したように、はい、いろいろあるかもしれませんので、楽しみです。ぜひ皆さんお楽しみにしててください。